ははいそれでは本日はですね一級建築施工管理技師の二次検定の取り組みということでですね今回、えー、配信をさせていただいております、えー、先日一次検定を受けられた方、えー、本当にお疲れ様でした多分受かってるだろうなと思う方はですねまあ、少々はいらっしゃると思うのでもうすぐにですね気持ちを切り替えて早めに行動していただきたく、えー、この動画を作らせていただきました 一応私もですね、一級建築施工管理技師持っているので、まあ、私が、えー、ですね、合格した、えーまあ、アドバイスというか、まあ、あの参考にしていただければという形でこの動画を作らせていただいておりますので、もしよろしければ、えー、最後まで見ていただければと思います。一応ですね、えー、一級建築施工管理技師の動画に関しては以前、えー、たくさんこのようにですね、えー、動画を配信させていただいております。特にこの一番下の勉強法プラスアルファというのはかなり細かく載っております。 そして前年なんですけども、自治試験への取り組みというものもさせていただいております。まあ、こちらもですね、参考にしていただければという形なんですが、まあ、今回の動画とですね、ほぼ同じになっているんですが、今回はです、ね、より細かく、もう早く勉強していただくための動画というものが、この動画の趣旨になっておりますので、まあ、これとは別でちょっと見ていただければと思います。ただ僕がこの A 判定もらったのもですね、書いてあるので、まあ、よろしければ見ていただければと思います。 あとはですね、おすすめ本なんですけども、この、えー、一般財団法人地域、えー、開発研究所さんが、えー、ですね、まあ、発売されている、僕はこのテキストを使って、えー、合格することができました。えーまあ、あのス,テステマとか、えー、の案件ではないのでですね、まあ、本当に僕はこれを使って合格できて、しかもより細かく書いてあって、まあ、その分かなり分厚い本になっているんですが、すごい、えー、おすすめになります。 自分,たちえー、自分がですね、やってなかったような工事のところも非常に細か,い細かく書いてあるので、あなるほど、こういう意味,意味なんだという形で意味理解しやすい本でしたね。なので、まあ、参考書に関してはこちらがおすすめになります。あとは、そのようなまとめたものも、まあ、このような形で私、まとめさせていただいておりますので、よろしければ、えー、お時間あればご覧ください。あとはですね、私がですね、メンタリスト大悟さんから学んだ18項目のブログというものがございましてですね、えー、このようにですね、えーまあ、僕がいろいろ 勉強して、えー、たくさん18項目をですね、あのまあ、書いているんですけども、そちらも見ていただければ、まあ、少しでもですね、勉強のモチベーションを保つ、えーまあ、項目になりますので、えー、見ていただければと思います。一応、自己調え持つ目標を持つとか、あとはですね、まあ、イフセンプランニングとか、広報プランニングとか、コーヒーナップとか、この辺はやりやすいのかなという感じがします。あとは環境のミニマル化とかですね。なので、こちら、お時間があれば、こちらの番,番組タイトル下の説明欄の方にリンクを記載させておりますので、えー、ご覧ください。 結果から言うと、今回なんですけども、二次検定の対策をしていきたいんですけども、僕が一番念を押して言いたいのは、1日5分でも勉強できるシステムを作るということですね。あとは記録を取ると。もう、ゴール、えー、10月の試験までの記録をと取り続けていく。この2つが正直言うと重要なのかなと。もう先行者よりでやっていってほしいかなと思っております。あの、本当にですね、僕はですね、1級建築施工管理士の実地試験、1回落ちているんですけども、 そして落ちて1年間ずっと,、まあえー、と嫌な期間もうなんか拘束された期間が続いていたのであの本当に嫌だったんですよあのただ、まああのまあ、学科合格してるのでラスト1回、えー、受験できるということだったので、まあ、あのちょっと苦しみながらというか、えーのまあ、結構気持ちをがんじガナめにして受けたんですけどもやっぱりあのどうしてもねストレートで合格していただきたいですしその時間もし合格してたら次のステップに進めるかもしれないのでやっぱり、えー、最短で合格はしたいなと思っておりました なのでもし、えー、あと実地試験だけという方に関しては、もう本当に10月まで集中してやっていただければ解放されるので、あの本当にもう念をしても、えー、早く行動して、えー、勉強していただきたいと思っております。一応、2次試験の、えー、二次検定の対策なんですけども、以前の動画で、えー、この、ここで説明させていただいたんですけども、二次検定の方だけ簡単に説明していきたいと思います。 過去問を解きまくるということです、ねまあこれは以前の動画でも説明させていただいたんですが意味を理解するということですね本当に、えー、丸暗記とか、えー、そ,のその場しのぎで1週間で頭に詰め込むとかそのようなものではちょっとダメということですね意味を理解してちゃんと、えー、頭の中で想像で、えー、現場の絵が想像できるようにしなければいけないということですあとは学科試験の問題が今月から出てきますあ今年から出てきますなのでこの学科試験の問題も視野に入れて 学科試験の過去問も解きまくっていただければと思います。ちょっとどのような問題が出てくるかわからないので、あの何とも言えないんですけども、ただ過去問を全部やらなければ、ちょっと解けるかどうかわからない問題になるので、こちらもです、ね、視野に入れていただければと思います。逆にこの問題は、今回の1日5分でも勉強できるシステムを作るという中には、まあ、ぴったり入ってくるのかなという形になります。あとは、試験の経験記述の添削をしてもらうということですね。この経験記述の添削は、正直一番大事です。 僕はですね、その CIC の日本情報建設センターというところで講師をしていただきました。一応、それ以外にも、視覚学校の方とか上司の方に、えーまあ、見てもらったらいいのかなと思うんですけども、まあ、僕の場合に関しては、この建設センターにいたと,ころということですね。まあ、1問、検、え、索、ー、していただけるので、あの結構、自分もですね、ためになりました。またですね、会社のお金ではなくてですね、自分のお金で,あの行,くことができ行くことが非常に重要になります。会社のお金で行っちゃうと、えー、まあ、 会社から金払ってもらっているという形になってしまうので、まあ、あの自分で行くことによってちゃんと授業も多分聞くのかなと思います。大体1万8000ぐらいだったと思います。まあ、それであのテキスト、上のテキスト、このおすすめのテキストももらいましたし、あとは添削もしてもらって、あとは2日間講習をしっかりと受けることができたので、まあ、正直言うと僕は、えー、とこれで、まあ、合格したという形になりますので、おすすめになります。まあ、結構ですね、講師の方も過去問をですを、ね、絵に書いて分かりやすく、この部分のこの部分、この工程のこの場所のこの部分なんだよというのをね、 あのホワイトボードで説明してくれて、あなるほど、なるほど,るほどと結構意味理解しやすかったので、まあ、こちらもおすすめになります。また正直ですね、このような、えー、このようなというか、このような講習会がきっかけで僕も、えー、ですねこのような意味の理解できるような動画を作りたいというきっかけにもなったので、まあ、僕はおすすめという形で、えーまあこちら、こちらもですね、案件ではないんですけども、おすすめにはなります。そして今回の一番肝のところなんですけども、1日5分でも勉強できるシステムを作るということと、あとは記録を取るということですね。この1日5分でも勉強できるシステムを作る ことに関してはもうあの正直言うと勉強できる人は、えーまあ、めっちゃつらかったとしてもなんか辛いことめっちゃつらかったり喜怒哀楽の感情に振り回されずにその無で、えー、そのまま勉強できるシステムを作ったりもう勉強できるようなあの環境を作ると思います。僕もそれで正直もう無理やり イライラしていた時でもちょっと悲しいことがあった,あったり辛いことがあったとしても勉強できるようにしてました、まあ、一応その具体例としてこんだけ書かせてこのような形で書かせていただいたんですけども語彙リスト僕はですね英単語帳を作っていました意味理解できないところは全部英単語帳を買ってきて英単語帳に書いてそして裏に意味,意味を書いていましたなのでそれをずっと持ち歩いてですね英単語帳を作って意味,の意味を理解しまくっていましたそしてあとは聞き流し音声を移動中に聞くということですね 僕の時代はあんまり聞き流し音声なかったんですけども、今は YouTube で聞き流し音声とかもあるので、それで、えーまあ、勉強していただくという形ですね。あとはお昼休みはですね、勉強動画一つだけでも見るということです。多分お昼,どお昼休みに関してはほとんどの方が多分携帯いじられてると思うので、その携帯いじってる中に多分 YouTube とかあるので、一つでも動画を見ていただくだけでも、多分頭の片隅とかを、えーまあ、覚えていただけると思うので、そちらも参考にしていただければと思います。 あとは職場もしくは家に帰ったらですね、一旦参考書を見てみると。とりあえず一旦でいいから参考書を見てみるということが1つ目。そしてえ次はですね、寝る前に参考書を一旦開ける。もうこの一旦という作業をやっていただきたいですね。一旦こう開けて、もう自分の長所、自分のこれはすごい、えー、長所というかあの得意な科目だというところだけを見ていただければいいです。短所を見るとあ嫌だってとなってまた閉じてしまうので、長所のところだけ見ていただければいいです。あとはお風呂入っているときは、とか。 えー、お昼入っている時とか歯磨いている時は聞き流し音声を聞く。なのでこのような形でちょっとでもですね勉強できるような環境システムを作ることが重要になりますのでちょこれちらもですね参考にしていただければと思います。ロケットスタートの一個の,の,の手段ですね。あとは、えー、スモールゴールと正しい記録ということでですね基本的に長期の目標よりも1日単位の目標を設定するというものが非常に重要になります。ただそのような1日単位の目標をどんどんどん,どん設定していって10月のゴールに向けてやっていくという形になります。 まあ、長期目標よりも、こちらはですね、結構難しいことでやるんですけどもはや、えー、ちょっとでも勉強したい方に関しては、毎日1日単位で、えー、記録を取っていくのは非常に、えーまあ、おすすめになります。長期の目標よりも1日単位の目標を設定することで、現実意味が生まれ、モチベ,モチベーションが上がるということですね。一応、正しい記録の取り方として、目標達成に対する正しい記録の取り方、1つ目が、ゴールに関するものだけを記録する。例えば、勉強時間と、勉強した項目だけを記録したり。 あとは2つ目、パブリックコミットメント。こちら、えー、恥ずかしいかもしれないんですけども、まあ、記録や達成度をですね、SNS やブログに、えー、まあ公開して、あとは友達に話したりして、えー、これぐらい達成しましたとか、この絶対これ受けますとか、まあ、このような形で公,に公開するということですね。そしてアナログで記録する。まあ、僕は正直言うとあの iPad のデバイスを使ってやっていたんですけども、まあ、スマホアプリではなくてですね、デジタルデバイスなどを使用するよりは、ノートやメモ,にメモを取ることに。 よる方の方がさらにあの向上心が生まれるそうなので、まあ、正直アナログで記録するというものはいいかもしれないですね。一応最後にですね、私の、えー、一級建築施工管理技師合格した時の、えー、この簡単な、えー、記録のをちょっと今から説明させていただきたいと思います。これ2019年のものになるんですけども、このようにですね、僕は実地試験からスタートだったんですが、ただ、あのまあ、学科試験がないので、その分なんかちょっと違う資格取りたいということでですね、販売士に級るという、えー コンサル系の資格をですね、えー、頑張っておりました。まあ、結果、これ合格することができたんですが、この販売士2級が終わったのが、えー、この7月の13日に終わりました。で、7月の13日で14日休んで、そこから次も速攻で1級建築施工管理師の実地試験に向けてこう勉強し始めていったということですね。で、一応、ああこちらもですね、まあ、参考にしていただければと思うんですけども、7月から勉強し始めて、7月に関しては合計 6.92H という形でまあ勉強をしたということですね。 そしてまああの8月に入ると、ほぼ毎日勉強し始めていきました。このように何をやったのかということと、あとはどれだけやったのか、このようにですね、10分だと 0.17H とか、このような形でちょっとずつえまあやっていたということですね。そして8月に入るとほぼ毎日やってましたね。そして CIC の講座が8月にあったと。そして残り時間も、残り時間というか、残りの日にちもえこのように毎日書いていたということですね。で9月に入るともう10月まで、もうラストスパートになりますので、たくさんいろいろな、この、 え蛍光ペンがついているところが1時間以上勉強したところでこのようなですねオレンジとか緑とか青色のバッジをまあゲットしようというそういうゲーム感覚でやってました、まあ、このような形でもう試験がづくにつれてこのようにバッジの色が増えていたということですねそしてもうこの10月に関してはほぼ毎日勉強してましたねというか毎日ですねもう試験の前当日までずっとほぼえこのようにですね1日だけしかえあの1時間以下しか勉強しない時がないぐらいずっと勉強してました それぐらい僕は2回もうこれ以上受けたくないという気持ちが強くてもうこれで終わらせたいというすごい気持ちがものすごい乗っていましたなのでこれぐらい僕は気持ちがあったので合格することができたんですけどもあのそ,そのようなですねメンタルであったりスタンスもですねあの、まあ、参考にしていただければと思います一応今回はですねこれで以上とさせていただきます、まあ、本当に、えー、勉強自体は 早くスタートして越したことはないのでとにかく早くしたら平均的に継続的に続けるというのが非常に重要になりますのであのメンタルの保ち方であったりあとはこのような記録をすることによってモチベーションをどんどん,どんどん保つことができたり嫌な時でもこのようなことを1日5分でも勉強するシステムを作っておけばあ継続できたとそのプラスのモチベーションになりますのでなんとか、えー、合格できるようにこの動画を作らせていただきましたのでこちらも参考にしていただければと思いますではですね今回はこれで以上とさせていただきます また今後もですね、たくさん動画を上げてい,ただき,ますいきますので今後ともよろしくお願いします。では今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。